はい、どうもこんにちは、むかげです。今日はまあ月曜日ということで、先週あったカメラニュースっていうのをまとめてご紹介しようと思います。で、今日はね、11月29日月曜日ということで、サイバーマンデーですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、もうダメです。はい、ブラックフライデーから始まって、こうサイバーマンデーにかけて、本当にお金がこう出ていく一方で、一向にこう全然入ってこないっていうのは、まあどういうことなんだろうと思うんですけど、その辺のね、ちょっと愚痴っていうのもこの動画の最後にね、聞いていただくとしてですね、カメラ関係のニュースっていうのをまとめてご紹介していこうかなと思います。で、まあ、先週もね、正直そんな大したこうカメラニュースっていうのはなかったんですけれども、海外のこうレビューサイト、YouTube なんかでも動画出してますけれども、DP レビューが2021年に登場した新製品の中から DP レビューアワーズ2021っていうのを発表しました。で、このまあ DP レビューっていうのは、もうこうカメラ関係のまあレビューサイトとしては多分こう世界で一番大きいんじゃないのかなと思うんですけれども、今Amazon 傘下に入っているところで、YouTube のねレビュー活動でも有名ですね。で、まあ、そこが毎年発表しているアワードということで、それがまあ発表されたんでね、まずそちらの方をざっくりとご紹介していこうと思います。でまずね、ベストズームレンズ賞なんですけれども、これ受賞したのはタムロンの 28-75mmF2.8DI3VXDG2 っていうレンズですね。これタムロンの2875の標準ズームではこう2世代目になるズームレンズということで、これが受賞しましたね。特に今年はこうタムロンのレンズっていうのは、これ以外でもいろいろとね、ポートレート用の F2 のズームレンズとかね、いろいろと多かった印象なんですけれども、この標準ズームが受賞して、次点に選ばれたのがソニーの 70-200F2.8GMOSS2 って、これも2世代目の 70-200 の F2.8 ズームレンズということですね。で、単焦点、ベスト単焦点レンズに関しては受賞したのはソニーの 14mmF1.8GM レンズですね。で、自転がニコンの 105mmF2.8VRS というレンズです。で、次がね、ベストコンシューマーカメラということで、受賞したのはソニーの α7-4 でしたね。こちらの方は日本ではまだ発表もされてませんけれども、待望だったソニーの新しいスタンダードカメラっていうのが受賞して、自転でニコンの ZFC が受賞しました。で、次がね、ベストハイエンドカメラ賞っていうもので、これ受賞したのはソニーの α1 でした。はい、で、自転がね、ニコンの Z9 なんですね。で、このね、単標としてね、現状こう一番こう優れたレンズ交換式カメラなんだけれども、大きさ的にここでの受賞にはならなかったっていう感じで、やっぱり Z9 と比べるとソニーの α1 っていうのは一回りこう小さいんで、こちらの賞はソニーの α1 が受賞したということです。で、次がね、ベストコンシューマースチール&動画カメラということで、スチールも動画も両方ともいけますよっていうカメラ向けの賞ですけれども、これを受賞したのはソニーの α7-4 ですね。これはね、こうハイブリッドカメラっていうふうにも言われていますんで、α7-4 が受賞して、自転はね、パナソニックの GH5-2 が受賞しました。で、ここまでがまあいろいろなこう各賞という感じで、一番こう栄えある DP レビュープロダクトオブザイヤー2021を受賞したのは、ニコンの Z9 ということですね。ハイエンドカメラ賞は α1 に譲りましたけれども、プロダクトオブザイヤーは Z9 が受賞ということで、もうこれ結構ベタ褒めというか、確かにサイズ的には大きいんだけれども、値段っていうのが驚くほど安くて、使い勝手も優れていると。で、この Z9 によってニコンっていうのは、カメラの競争の中でも重要な役割を担えるということを証明したというふうにも評価されているので、やっぱり今後のね、ニコンの復活っていうのを予感させるようなカメラだったのかなというふうに思います。実際にもっとね、こう最終候補とかっていうのをいろいろとこう出てるんで、もしもっと詳しい情報をね、知りたい方っていうのは、一応概要欄にね、リンク先貼っておきますので、そこでチェックしてみてください。はい、ということでね、ここからがもう簡単なこうカメラニュース。まずキャノン関係で、キャノンはフルサイズ用のレンズとして 17mm から 85mm、F4 から 5.6 の特許っていうのを出願しているということなんですね。で、まあ、17から85って広角からも標準まで兼ねる、ズームレンズということで、かなりこうコンパクトな、ね、レンズになるということなんで、まあ、Vlog 的な使い方っていうのも想定に入れられたレンズなのかなというふうに思います。
で次もねキャノン関係のニュースなんですけれども、もうあの発売開始されたんですかね、もうね EOS R3、 これはもうなんかちょっと前まではこのハイエンド系のカメラの中では EOS R3 がこう話題を独占していたのが、このところ一気にこう Z9 にこうあの塗りつぶされた感がありますけれども、 EOS R3 に関してはオーバーサンプリングの 4K60p で1時間半以上90分以上の長時間録画が可能だというふうな情報が、これもね DP レビューの方に掲載されているということですね。やっぱりこう Z9 の 8K 映像っていうのがあの1時間半ぐらい撮影できるっていうのをね見ちゃうと、この辺ちょっとこう霞んじゃうところではありますけれども、やっぱりこう EOS R3 もねあの視線入力っていう新しい技術等もありますので、まあ、こちらの方もやっぱり注目かなというふうに思います。で次はのパナソニックがもうすでにこう海外では発表しているんだけれども、 L マウントレンズの S35mmF1.8 を発表するのではないかっていうふうな情報が軒下デジカメ情報局さんのツイッターに掲載されていました。で同時にパナソニックは L マウントのレンズのねロードマップっていうのも更新していて、新しくね 18mmF1.8 っていうのと、あと広角ズームっていうのが加わったっていうことですね。ということでね、この辺のレンズっていうのもおそらく2022年中ぐらいに発表発売されるんじゃないのかなというふうに思います。でね、これパナソニックとは全く関係のない気になる情報なんですけれども、この情報元ともなっている軒下デジカメ情報局さんなんだけれども、これツイッターのアカウントで、あの国内外問わずこうカメラレンズ関係のあのまあ、リークアカウントとしては多分一番早くて、でなおかつ一番こう信頼性が高いアカウントだったんですが、なんかあの12月中に、このアカウントっていうのが閉鎖されるかもしれないっていう風なあの話なんで、なんかこう寂しいなという風な気がしています。で次はね、富士フィルムに関する噂なんですけれども、これの富士ルーマーズによると、富士フィルムは XH2 に関して2種類のセンサーっていうのを採用するのではないかっていうふうな噂が掲載されています。ここで言われているのはセンサーでこう4000万画素を載せた高解像度センサーと、もう一つそれよりも若干こう画素数を落としたようなモデルっていうのを2つ展開するのではないかということですね。まあ、こういった噂っていうのは以前からもあったらしいんですけれども、まあ、かなりこう信頼できるところからのまあ続報ということなんで、まあ、どうなるのか注目かなというふうに思います。はい、で最後なんですけれども、こうソニー関連のニュースで、あのこれ一般のニュースでも報じられていたんですけれども、あのやっぱりこうソニーっていうのがだいぶこう半導体不足の影響っていうのを受けているそうで、 α7-2、α6400、α6100 といった一部のモデルの受注っていうのを一旦こう今停止している状況ということ で、これはまあソニーに限った話ではないと思うんですけれども、この半導体不足っていうのがね、年末商戦ね、こうブラックフライデーを含めたこう年末商戦って一番こう稼ぎ時のタイミングに、あの半導体不足の影響っていうのがまあ出てしまっているということで、この半導体不足がこういつ頃解消されるのかっていうのがいろいろな諸説あるんですけれども、まだなかなかこう見通せないっていう感じだそうで、まあ、それこそねソニーの α7-4 っていうのがあの海外では発表されたけど日本ではまだ発表されていないっていうのはまさにこの手のところが関係していると思うんでね、あの本当ね2022年はこの半導体不足ね、なんとかね改善していただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、この辺がまあ先週あったこうカメラニュースのまとめという感じなんですけれども、で、まあ、とにかくこう先週から今週にかけてはこうブラックフライデーからサイバーマンデーっていうことで、Amazon だけじゃなくて結構各サイトでね、あのいろいろとこう割引セールっていうのをやっていて、まあ、それに伴って当然こうなんかこうポチる時のこうハードルっていうのはやっぱりこう若干こう低くなってしまうせいもあって、ちょっとねここのところ本当ね僕もね今月この MacBook Pro のねあの実際の引き落としっていうのがあるのはもう分かっているんで、本当にこう結構厳しい状況なんだけれども、それは分かっているんだけれども、なんかねいろいろとやっぱりポチってしまうというか、っていうのもやっぱりねこのね MacBook Pro を購入してしまったっていうのが一つこう僕の今の散財を呼んでいるね一つの原因であって、この MacBook Pro ねやっぱこう動画編集機としてもやっぱりかなりこう使えるんで、やっぱこれだけこうダヴィンチリゾルブっていうのをサクサク動かせるとなると、やっぱりこうローで撮影できるねカメラとかっていうのも欲しくなってしまいますし、あのそうなってくるとやっぱりねもう散財っていうのがね本当にこう止まらない状況で、まあ、いろんなものをねもうすでにこう購入してしまっているわけなんですよ。あのまだこのブラックフライデーなんかと関係なく、あの ZV-10 のこうリグ化計画っていうのをまだ全然あの紹介しきれてないというか、もうこの辺の荷物はもうすでにねあの届いていて、もう購入してあってもうすでに届いていて、あとはもう YouTube でね紹介するだけなんですけれども、
なかなかねこうタイミング的にもこう都合がつけられなくて今に至るという感じで、それに関してもねこう12月中にご紹介していこうと思いますので、なのでね来月はいろいろとこう新しいものっていうのをカメラ周りとかでね、紹介できればいいかなと思いますので、もし聞いていただきましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。